ご紹介させていただきます。アップルパイの皆さんです。どうぞ。どうぞ大きな拍手を。Thank you.
はい、ありがとうございました。ユーミンの真夏の夜の夢と、安全地帯のワインデッドのことを続けて送りました。僕たちのバンドは大変バラエティに富んだ楽曲を演奏します。和製洋楽インスタグループをやっております。アップルファイブと申します。次は何でしたか。次はドラムの、あ、はい、クレープ誰だ。今度は洋楽を聴いていただきたいと思います。曲名をお願いします。ホテルカリフォルニア。Right.
がいるので、とてもあそこに献花台、ね、掲げられていますけど、やっぱりすごく子どもたちは宝物なので、みんなで守っていきたいなと思ってます。なのでこれからも、はい、国別頑張りたいと思います。皆さんもよろしくお願いします。それでは次は、私すごくユーミンが大好きなので、また一曲ちょっとユーミンの曲をやらせていただこうと思います。北関東自動車のもうちょうど石橋あたりにね、八郎あ、そう、宇都宮、栃木県の中央高速なんですけど、ちょうど茂原のゴミステーションのところが右側に見えるんですけど、そこがね、こう何、空に向かっていくような、あそこがすごく好きで、はい、意味もなくちょっと高速走りに行ったりするんですけど、そんなイメージですね。この喋ってるとね、ちょっと音がね、時間ないですね。はい、時間ない。石川優衣。
あらゆるジャンルを網羅してどんなものもできてしまうか。キーボード、ユミです。よろしくお願いします。ギターは遠藤です。よろしくお願いいたします。TBS の番組の主題歌、主題曲になっています「情熱大陸」という楽曲をやってみたいと思います。なかなかね、MC って難しいですよね。私たち口下手なので、こうなんか面白いこと、なんか面白いこと言えますか、遠藤さん。突然ですね。今も今日も暖かかったですけど、ただこの時間は少し冷えてる。皆さん大丈夫ですか？体調、はい、管理難しい。やっぱり天気の話は共通というかね。そうですね。はい、皆さん同じ経験をしていらっしゃるので、それではどうですか？じゃあ情熱大陸です。